僕は誰もいないよね、まだ。はい。皆様、おはようございます。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 私は、ここに入社して2週間ちょっと経ちましたが、なんか昨日人生を振り返ったんですけど振り返ったんですけど、なんかに特化してるものないなと私は思いました。自分がなんか好きなものはたくさんあるけど、なんか一つこれ私めっちゃすごいよみたいなのはないなと思ったので、何か強いものを、誰も負けないものを、負けない知識を増やそうと思います。それでは本日も一日やっていこう。やっていこう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今朝礼が終わって、今これからクライアントさんとオンラインの打ち合わせがあるので、打ち合わせの準備をしていきます。よろしくお願いいたします。すいません、株式会社ジガールさんの、西山です。よろしくお願いします。はい、今11時52分なので、お昼までちょっと時間があるので、ここで作業していきます。あ、あっちでしようかな。食べました。お仕事新しく入ってどうですか？なんか今まで、あ、あそこ撮影したことある、私ロケ。で、なんか急に戻ってきた。この会社に入らせてもらって、今までやってこなかった仕事をしてる。なんか新しい発見が多いです。でも。私って苦手だろうなこれみたいな分野を今こなしてる感じです。なんか自分の中でチャレンジしてる気分です。うん、楽しい。楽しいです。嬉しい。面接なしの入社飛び級ですよね。入社したいですって澤田さんに連絡して、本当に意味するすぐどういうことやりたいみたいな、まあ、ご飯行かせてもらって、サールさんと無視しようか。早かったね。めっちゃ早かったです。めっちゃ早かったですよ。パン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 。だって私、不思議じゃないですか、まだ私たち出会って半年しか経ってないし、ちゃんと11、12、1、多分出会って3ヶ月ぐらいで入社してます。しかも私仕事辞めてから3月いっぱいで仕事辞めて、1ヶ月ニートやろうみたいな、あ、もう一生一生もう YouTube だけで私は頑張るみたいな、もう何も働かないって思ってたのに、前の会社辞めて1週間後に澤田さんに会社入らせてくださいって言ってます。やばいですよね、人生わかんないもんやな。わかんないもんやな、マジで。不思議。みんな優しくてありがたいです。経営者のやつはもう費用払えばいくらでもいけるって感じでした。おお。いくらだった？本当はそういうの残るっていうのがいいんだけどな。なるほどね、はい、これはさ、もうなるほどね。え、だからこのカメラ、何のカメラ、何用？漆山家の YouTube 用です。
ウルシアファミリー用ウルシアファミリー用これ、はい、あ、そういうこと、ウルシアファミリー用です。キマが撮ってるからなんか沢田君の方からお願いしちゃいました。ウルシアファミリー用ね、はい、あー、オッケーオッケー。今回密着してます。密着してんの、はい、私の仕事、はい、仕事密着。最近何やってんのっていう。あー、確かに出してないもんね、はい、仕事辞めてから。確かに、はい、気になってんじゃないの。仕事辞めましたってなってから何も、はい、特にそれを報告してないわけでしょ実はっていう、実はやってますよってちゃんと。やってますよ。沢田さんです。沢田です、社長ですこんにちは。どうですか、カノンちゃんの仕事ぶりは。カノン、カノン、カノン毎日サボって、ね、ポンコツで、ね、ポンコツで、うん、人の話を聞けない、人の話を聞けない悪ガキですとんでもないところとんでもない、とんでもないでもカノンね、普通にめちゃくちゃ真面目っすよ。あのね、実は本当に思ってますか。え、思ってる、思ってるよ。まあ、真面目っていうか、あの仕事はちゃんとする、遊ぶときは遊んでるしみたいな仕事はしてる、うん、っていうメリハリがあってね、頑張ってるよな三者面談にされてはい、これが私の最近の一日でした。仕事辞めて、辞めました動画から何も上がってなくて、ストーリーでたまにつろつろって上げてたんですけど、なんか何してるんですかとか、最近お仕事始めたんですかとか多かったんですけど、最近3月に仕事を辞めて、4月は1ヶ月間まあ何も職してないみたいな、 YouTube 頑張ろうみたいな感じで撮影編集してて、前から YouTube 関係のお仕事でお世話になってた沢田さんっていう方がいるんですけど、の会社に入らせてくださいみたいなその4月の頭に、なんか自分でも結構驚いたんですけど、もう一生仕事しないとか思ってたのに、仕事辞めてから1週間後には沢田さんに連絡して、 YouTube の裏方とかそういう業界もっと知りたいです、入らせてください、仕事したいですみたいな流れから、マジみたいななんかトントン拍子でうまいこと入社できましたそれでなんかいろいろ沢田さんたちもお忙しいので、ゴールデンウィーク後休み明けから入社して、今は3週間ぐらい、約1ヶ月ちょっと経って、私の最近の一日を今見ましたよね。どうでしたかなんか不思議な感じです。うん、絶対一緒に働くことないと思ってたし、てかまさかこんな形で入社するんだみたいな、なんかちょっとうまく言えないんですけど、人は出会う時に出会うべきして出会うなと思いました。去年の10月ぐらいから仕事辞める3月ぐらいまでずっと悩んでたので、仕事辞めようかなみたいな、 YouTube 頑張りたいなって、仕事辞めて YouTube 頑張りたいな、でもどうしようかな、沢田さんたちに出会って今この仕事で、この業界で、テレビ業界から YouTube 業界に入っていろいろ学んでいけたらなと思います。うるさファミリーの動画の方にも多分これからも出てくかなと思います。皆さんには私の会社の上司だっていうことを把握しといていただけたら嬉しいです。とてもいい人たちです。見た目は派手ですがいい人たちです。私が検証していきます。では明日からもやっていこう